はい皆さんこんばんは近代史さん懇親会で晩飯出るんですか出ます,出ますはい皆さんあの飯食えるまでもうちょっとなんで <laughs>、えー、楽しく進めたいと思いますでえー、っと僕がいただいてるこの時間は全部、えー、会社の宣伝なので、えー、皆さん心して聞いていただいて、えー、皆さんやっていただくのはツイッター投稿して宣伝していただくのと同時に アセットを買っていただくための時間ですんでたくさんお買い上げお願いします。はい。でえっ、ー、とこれからご紹介するアセットなんですけども1日1アセットずつノートで紹介していきますので、えー、ぜひノートもご覧ください。今実験的にスタートして2,3日に日ペンペースで1記事ずつ出している感じです。はい。ではえっ、ー、とヒットするハイパーカジュアルゲームを生み出すスタジオ筆形のアセットをお教えします。 でところでアセットストアのアセット買ったことない方っていらっしゃいますあすげえ皆さんありがとうございますではこの辺の紹介ぶっ飛ばせるので本日のゴールなんですけども本日ご紹介する30アセットと似たようなアセットがアセットストアにたくさんあるのはもう皆さんご承知の通りですで皆さんのアセット探しの時にお役に立てるんじゃないかと思って今回ご用意しています えと今日ご紹介するアセットなんですが12月19日昨年の時点のものなので価格が若干変わっているものもあったりしますけどもその辺はご容赦ください、えー、と30個こんな感じでバラバラバラっとダッシュでご紹介していきます、はい、まず一つ目、えー、エンジンジププラスプラスットフォーマーマというのがあります、えー、皆さんあの右上に QR コードがあるのが分かりますよね これあの写真撮っていただくとですね URL ちゃんとあのアセットを変えるページがすぐ出ますんで、はい、あのこの時間でしっっかり買っていいいたただきたいと思いますでこのアセットなんですけどももう有名すぎるほど有名なんです既にお持ちの方も多いと思うんですが 2D もしくは 2.5D のエンジンとして上下左右スクロールする、まあ、走ったり映ったりするゲームのテンプレートのもう決定版というアセットです。 で初回リリースからもう5年ほど経過してるんですけどもその間に何度も54回もバージョンアップされているというぐらい成長し続けてるアセットです。衝突検出とかスロープ処理とか動きをつけるとかジャンプダブルジャンプ壁ジャンプとかそういったものももろもろ一とり揃ってますんで自分仕様のゲーム素早く作るにはこれ買ってる方がとても多いアセットです、はい、では次ゲーームクリエイターというのが、えーと 2年ぐらい前に出てきたんですけども、えー、とその頃しばらくバージョン0.9っていう感じで進んできてたんですが、えー、と昨年9月からえーとバージョン1になって安定的に月1回ペースでマイナーバージョンアップを繰り返している人気急上昇中のアセットですで、まあ、コンセプトが1行もコードを書かないでも数分でゲームを制作できるのに必要なツール ということでえ、まあ、ビジュアルスクリプティングとかキャラクタークリエイターカメラシステム保存ロードシステムとかが入ってましてインベントリとか対話クエスト統計行動シューターとかえモジュール化してえ機能拡張しやすく設計されているので使い勝手がいいことでも人気のアセットです。はい、次、でンンこ,これまたあのエンジン系なんですけども あのリニアンなレベル作成とかプロシージャルなレベル作成を簡単かつ柔軟に行えるようにするシステムです。まあ、プロシージャルに経路を生成して経路に沿って自動的にメッシュをはわせたりとかオブジェクトを出現させるとかができます。でもちろんこちらも 3D だけじゃなく 2D のプロジェクトも対応してますんでぜひ皆さんご検討ください。はい、でその次 こちらももうだいぶ有名ですよね、えー。ユニバーサルデバイスプレビューというアセットがあります。これはあのユニティエディターの中で iPhone、iPad、Mac、Android、任天堂スイッチ、Kindle Fire とか200以上のデバイスに対応したプレビュー表示ができちゃうユーティリティです。であのスマホの上のキーカキノちっていうらしいんですけど、えー、それの、えー、スマホを含む50種超えるデバイスの画面に埋め込まれたゲームの状態で、えー、ポートレートモードとか。 ランドドスケーーーププモーででレビューすす。ることができちゃいますでもちろんあの1台だけ分ではなくて複数のデバイスをバーッと並べていっぺんにプレビューしたりとかっていうこともできますし主要なストアに出品するときに必要な少しをポロッとエクスポートする機能とかもついてますはいお待たせしました次が a スターパスファインディングプロジェクトプロ。もうこれももうお持ちの方結構いらっしゃいますかね グリッドとかナビメッシュとかポイントあとヘキサーとかにも対応してましてレイキャスティングとか平滑化とかファンネルアルゴリズムを使用した処理とかをフレームレートほとんど影響を出さずに実現できてとっても高速に経路探索が行えるようになる AI です。ね、もちろんあの縦面横面どちらでも障害物を回避できちゃいますしルートマップを自動生成したりとか複雑な迷宮の中で NPC に主人公を合わせたりとかそういった場面で 大活躍しているアセットです一えっ、ー、とこれ、えー、と人気が突然出始めたっていう印象が強いんですけどもピークっていうアセットがあります例えばあのシーンの中のオブジェクトの真横にインスペクターのトランスフォームを表示させてスケールを調整したりとかシーンの中に配置したい場所をクリックしたら検索窓が現れて文字列を入力すると簡単にあの目的のオブジェクトを配置できたりとか。 複数のオブジェクトを他のオブジェクトに一括差し替えできたりとかするようになっちゃうとても便利なセットですのでシーンの中でプロジェクトウィンドウもヒーラルキーもインスペクターもコンソールもなくていい状態でシーンを広々と使えるようになるとってもワークフローを大幅改善できるユーティリティですで次、はい、エディターコンソールプロこれ使っている方も多分多いんじゃないんでしょうか、えー、とユニティエディターのコンソールでクラスとかゲームオブジェクト名でフィルタリングしたりとか 正規表現を使って検索したりとかフィルター結果を色分けしたりとかあとはログのコードを表示したり特定のログを無視したりとか,スマ,ホからタブレスマホとかタブレットからログを取得したりとか出力全体をテキストファイルでエキスポートしたりとか便利に拡張してくれるユーティリティです次レインボーフォルダーズプロこれも結構使っている方今多いですかねプロジェクトウィンドウに表示される2意のフォルダーに カスタムアイコンとか色を設定できたりフォルダー名に背景色とかを設定できるようになるユーティリティです70種類以上ももともとプリセットされているものだけじゃなくて自分で用意したアイコンと色とか背景色を選択することもできますしよくある名前でフォルダーを作ると自動的に色とアイコンがくっついてくれたりサブフォルダーにもそのままちゃんと自動的に適用できたりとかもするとっても便利なアセットですでは次、えー、もう定番中の定番になってきました アンチチートツートト、ツルキットこれ入れておくと全ての基本的なニティこう固有の方に対応したメモリ内の変数保護とか自動変換とか暗号化によるプレイヤープレスの保護とか発書名生成して比較して改ざん検知したりとかゲームを遅くしたり早くしたりするスピードハックの検出とか時間の不正行為に対して信頼できる時間を取得して検知したりとか未知のチートを検出できる ようにしたりとか実行時あるいはビルド時に混入された外部管理アセンブリの検出ができたりするもうチート対策これ1個で済んじゃうほどのアセットです。はい、次で大体、えー、いいさっきの、えー、とアンチチートツールキットとセットで買う方増えてきてるんですけどもアセットハンタープロっていうのがあります。プロジェクト比較して プロジェクトフォルダ内で使ってないアセットをフォルダとファイルの種類別にグループ化してリストアップしてくれる便利なユーティリティです。特定のアセットを使ってるシーンを探したり使ってないアセットだけじゃなくてモデルインポートした後に自動生成されちゃって使ってないような、えー、マテリアとか結構出ると思うんですけどもそういったものとかをガサッと拾い集めてくれる、えー、便利なアセットですで、えーと。ビルドサイズ縮小とかは勝手にやららなないんででですけどもその代わり自分で目で見ながら ポポチポチ消していける、まあ、安心して使うことができるアセットということで人気にもなってます。はい、で次、えー、EasyMobilePro 大手、えー、アドネットワークに対応しててしたりとか、えー、あとはバナー広告とかリワード広告あと Unity IAP 使った買い切りとかサブスクリプションのアプリ内課金とかあとは、えー、ゲームセンターとかゲー Google さんのゲームプレイとか。 に対応したゲームサービスのリーダーボードとか実績とかゲームの保存、あとターンベースとかリアルタイムのマルチプレイヤー対応とかユーザー同意管理システムとかプッシュ通知とかそういったもろもろの共通機能の実装を大幅に簡素化することができるタケノプログラムが人気が増え上がってきています。 年々人気がどんどん上がり続けているアセットで、E.G. セーブです。ほとんどのプラットフォームと互換性があって、えー、保存に特化したユーティリティです。イニティオブオブジェクトへの参照を含むほとんどのタイプを保存できるだけじゃなくて、プレイメーカーという他のアセットあるんですけども、そちらと対応して、えー、と統合できますんで、アクションと連携した保存とか、アクションと連携した読み込みとかもできるようになるアセットです。 はい、その次がローーカライゼーションっていうのの人気が上が上ってきてきます。こちらは今画像とかテキストあとサウンドフォントスプライトアトラスプレハブテキストメッシュ、ドロップダウンとかを簡単にロー,カイズローカライズすることができるようになるアセットです。えー、Google スプレッドシートとか CSV ファイルとかの外部スプレッドシートとリンクするとゲームがリリースされたあとも変更自動的にダウンロードしてローカライズを反映させたりとか。 ができるようになりますし、芯を解析してあれここロあのローカライズ漏れてねっていうとかも検出してくれます。はい、でその次クリーンアンドミニマリスト GUI パックというえまあアイコン集なんですけども、これさっぱりした見た目でえっ、ー、と最小限の情報で構成されていることで結構人気が上がりつつあもうあずっと高いままですねのアセットです。で五百以上のアイコンとエレメントが詰め合わさっています。 で、えーと、スキンがダークライトブラックの3種類用意されているだけじゃなくて1 5種類のバリエーションの背景色とかあと縦横比いがめることなく、えー、画面を拡大縮小できるようにしたりとかもできることで、えー、人気が続いてます。えー、次「DoGUI、えー」Do G UI、っていうふうに読むアセットなんですけれどもモジュラー化されたノードをポチポチつないでいくだけでコーディングなしでも洗練された UI を簡単に管理したりアニメーション化 でできるるようになるエディター拡張です全てのアニメーションが縦横どっちの画面でも、えー、ちゃんと見えるようにしたりとか、えー、あとはサウンドデータベースとかを、えー、使えるようにしたりとか、えー、あとは、えー、とタッチとかクリックとかキャプチャして、えー、たいくつかの追加情報と一緒にシステムに渡すようなタッチ検出システムとかも同梱しているアセットです。次はいえー、とこちらもアイコンパックで えとモダン UI パックというのがありますシンプルで、えー、とスタイリッシュなアイコンパックとして、えー、人気が高いアセットです。でアニメーションアイコンとかボタンとかダウンド、えー、ドロップダウンとかシレクターとかも一通り必要なものがせ全て揃ってるだけじゃなくてツールチップシステムとか UI マネージャーシステムも同梱されてる便利なアイコン詰め合わせです。でお次がここいらっしゃってる方多分皆さんお持ちだと思うんですけどもプレイメーカーこれはもう ハハイパーカジュアアル作るる方々マストトブって言われていぐらいのアセットになっってますで、まあ,あの知らない方もいらっしゃるかもしれないんですがもう本当に数多くの有名なゲームタイトルでお使いいただいているビジュアルスクリプティングができるようになるエディタ拡張です。でまあ、ステートマシンをドラッグドロップしたりテンプレートコピペするだけでコーディングなしでカスタムアクションを組み上げていくことができるんですけどもこのアセットの魅力はあのこのアセットに対応している他のアセットがすごく多い。 っていうことがあって、これ1個揃えておくと、後から後からどんどん便利になり続けていくというからくりが出来上がってるアセットです。で、次、これ、えー、と一時期あのアセットストアで、えーと、Unity Pro とかをお持ちの方には無料で配ってた時期もあったようなアセットなんですが、ファーストパーソンキット、サードパーソンキット、あとポイントクリックキット、 プラットフォーマーキット、トップダウンキットっていう5種類のゲームジャンルのテンプレートもともと備わってます。これ使ってサクッとスタートすることができちゃいますし、スタートするときに低レベルか高レベルか自分に合ったロジックを選択して始められますので、とてもあの何でしょう短時間ですぐ作りたいをお手伝いしやすいアセットになっています。 もちろんもっと便利になるような機能がたくさんどんどん追加されてまして最近ですと実行時にエラーが発生したらここが問題だよねとかそういったものも増えてきてます。で次「ビフェイビアデザイナー」えー、と新しいタスクを簡単に作成できる強力な API を備えた直感的にビフェイビアツリーを組み上げることができるビジュアルエディターです。で数百ものタスクがもともとプリセットされてますんで。 アセットスターでも特に人気が高くて、えー、と他のアセットスターで人気なアセット30個とかとも統合可能ですのでこれがあってでまた他にも便利って言われているアセット同士を統合して使うことでますます便利に使えていくこれも人気がもう高いまま張り付いているアセットです。次。 ドットウィンプロっていう,ふうに読みますプログラミングなしでオブジェクトの移動とかフェードとか着色とか回転とか拡大縮小とかそういったアニメーションができるようになるビジュアルアルニメーーションエディタのこれ持ってるとここちょっとこう動かしたいとかあの例えばドアをパッと開けたいだけとかもちろんあの皆さんプログラム書いたら書けるやれることばっかりなんですけどもこれ持っとくとそのコード書く時間を 一番楽ししいい時間に費やすすすことがでできまま、えー Unity、のおめて次モアエフェクティブコリューチンズユニティのコリューチン皆さんあの宿泊される方やっぱり多いというふうに聞いてるんですがこれ使うと,、えー、とそれらを解決できる上に2倍の速度で実行できるというふうに、えー、実験積みだそうです。でこれ持ってサクサクと、えー、ハイパーカジュアル作ってる方が北米とても増えております。 で次、えーと「プロカメラ 2D」という、えー、アセットこれももうだいぶ長く売られてるアセットなんですが 2D と 2.5D のゲームで、えー、とピクセルパーフェクトとか三軸すべてあるいは正投影遠近法に対応してぬるぬる感あふれるカメラワークとか複数ターゲットとかドリルを使ったようなズームのような、えー、カメラワークとかそういったものが実現できることで人気が高いアセットです。で次 はいえー、と見た今度は見た目ですね、えー、フラットキットセルトゥーンシェーディングというアセットですシェーダーとあとモデルと、えー、イメージエフェクトプリセットサンプルが揃っていますでスタイリッシュなセルシェーディングの見た目を実現できるアセットですで、えー、とモデルまで履いてるっていう時点でどういうもうすぐにあのセ,ルセルルックな見た目を実現する時のあこれこういうふうに参考にしようとかっていうふうにも使いやすいということもあって 人気が高いですでデモシーンが8つモデルが90個以上で素材のプリセット20以上入っているという至れり尽くせりアセットで人気になっています。で次が ToonColorsPro2 という今度は Toon 系のアニメ調のシェーダーですね。でこちらも使いやすさと柔軟性に重点を置いて作られてますんで。 定型化されたシェーダーーダとツールの、えー、詰め合わせになっております、まあここ,ここに難しいことはダラダラと書いてあるんですが、えー、これらのことをサクッと、えー、できるので人気が高いまま貼り付いてます。でお次、えー、エピックトゥーン FX、えー、なんであのサウンドエフェクトっていう話も結構あるんですがサウンドを自分で作るの大変ですよね。で探し回るのも大変なんですが、えー、サウンド アセットの詰め合わせをいくつか買っておいてその中から相性いいものを組み合わせて使うっていう、えー、ハイパーカジュアルな現場アメリカは特に増えてきております。あごめんなさでパーティクルも一緒であのテイストをいくつも揃えておいて使い分けるっていう、えー、スタジオさんとっても増えておりましてその中でも人気がハイパーカジュアルで高いのがこの、えー、カートゥーン調の、えー、パーティクルのエフェクトです。 で、お次がトレイル FX、えー、っと、物が動いたその軌跡をレンダリングしてくれるアセットです。GPU インスタンシング使ってますんで、サクサクとできるんですけども、モバイルも対応しております。で、次、メガ SF パックですね。ごめんなさい、さっき間違えて先にお話しし始めたサウンド詰め合わせセットとかですね。で、これ、あの、このパブリッシャーが出してる すごいたくさんのアセサウンド詰め合わせセットがあるんですけどもそれの全部入りパックです全部で6,000以上のサウンドエフェクトが入ってます。で次「アルティメイトサウンド f x バンドル l e もうバンドルっていうその名の通りこちらもさっきとは別のパブリッシャーさんなんですがこの方が出しているバラ売りしているサウンドエフェクトのアセットの中からこちらは厳選してかつ このパック専用の特別限定ボーナスも収録して5412のサウンドが詰め合わされたパックです。でお次ユニバーサルサウンド FX こちらもサウンドエフェクトですねゲームでこえー、とゲームの配信細具小さくするために長さが最適化されてまして 常にボリュームゼロでスタートして終了する上にシームレスにループされるように作られている全部で5018個入っておりますさっきまでの2つと合わせてこれ3本パ三個セットで買われるケースが去年の後半ぐらいからは特に増えています特にセールの時とかはさっきの3つともボンボンボンと売上が極端に上がるということで もう人気っぷりが分かりがかやすす。いアセットで,すでこのアセット最後の方にも説明書いてあるんですけどもこういうサウンド詰め合わせパックってどどんどん時間が経つと値段が上がっていきます。で値段が上が上るごとに収録されるサウンドの数も増えていくんですけども早めに買った方が安いうちに手に入れられてその後は待ってるだけで追加されるサウンドとかは追加料金なく もらえますんでぜひこういったものは早めめにお買い求めい求ただくことがおすすめです。で、一番最後、えー、ポリゴンシリーズとかシンプルシリーズも皆さん、えー、どっかで見たことあるよねっていうのはたくさんあるんですがこのパブリッシャーさん全部で今アセット78パック出してらっしゃるんですけども、えー、平均価格30.89ドルなんですが、まあ、ハイパーカジュアルゲームを遊んでると「あ見た」とか「お見た」 これっていうのがだいたいこれのどれかしらかにあったりするぐらい大人気ですね。どのぐらい人気かというと、昨年2019年と一昨年2018年のアセットスター全体の販売額の中で、このパブリッシャーさんのアセット世界一を維持し続けているぐらいの人気っぷりなアセットです。はいまあ、ダッシュでしたけども、えー、皆さんそろそろお腹もいい感じに減っている頃だと思いますので、えー、今日皆さんは、 ご飯食べたらアセットを買って書いていただくということで、えー、終わりにしたいと思います。ありがとうございました。